はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、今回ですけども、スペランカをやっていきたいと思います。これは、前に紹介したスペランカですね。要は、武空術ができるスペランカなんですけども。あ、そっか、やりながら説明しないとね、開けられるからね。まずセレクトボタンを押して、まあ、無敵モードになっていますね。今日の趣旨なんですけども、これやりながらやらないと飽きられるからね。今日のやる内容なんですけど、まず鍵取ってますね。これは、なんていうの、鍵入れて、ちょっと、なんていうか、いけないところが ないようにっていうだけですけどね。まあ別に関係ないんですけどね。もうこういう武具術使ってるっていうか、裏技使ってるんで。んで、これね、今、例えば、当たり判定ないから、こっちもいけるんですよ。あ、いけないわ、やば。その左右に出るけど、どういう点かな？プログラムで、こっちとこっちは、ほら、画面の端に行ったら、こうできるように、昔のマッパーはこういう風になってるんですよね。まあ、これ普通です。んで、なんだろう。別に反対に、キャラクターが行ったら、これも繋がっちゃうんですよね。内藤寛さんも言ってるように、昔のプログラム上ね。なんか255過ぎたら0になるから、端に座標が、ループして、戻っちゃうみたいなこと言ってたんで、まあ、これ、ファミコンの仕様なんですよね。だからなんだっていうの、要は、通常はこうなるわけですよ。通常はね。あ、これ別に大丈夫なんだけど。で、要はこれね、左やら右やらやってたら、なんていうかな、これ今スクロールしますね。で、アイテムを取れるでしょ？アイテム取れるでしょ？アイテムも取れるし、こうスクロールしてますよね。これが普通の状態です。だけど、これずーっとやってたらね、バグってね、アイテムを取れなくなるんですよ。で、で、スクロールもしなくなる。で、それを、なんて言うんかな、そう、スクロールしなくなったら困るから、左右でバグらせるんじゃなしに、上下のスクロールでバグらせる。あ、はい。んで、これスクロールしました。んじゃ、これ、バグってます。んで、ほら、アイテムが取れなくなる。で、アイテムが取れなくなると同時に、この左右に、画面が動かなくなるんだけど、上下で、バグらしたら、これ、あれ？あ、ほらほら、ここ、なんでいけないかっていうと、何？あれ、宝箱？あ、もう取れないんだ。ここに宝箱も取れないんでね。で、上下でバグらしたら、左右の、スクロールだけは来てます。でも、ほら、バグってるから、ほら、アイテムが取れなくなるんだよね。で、わかりにくいけど、で、なんていうか、もう一回死にますね。たひります。通常のアイテムと、見てるあれと違うのよ。だから、ここに地面がないのよ。やってみますね。で、無敵解除します。だから地面がなくなってるのよ。で、あ、そっか。で、今日の、あぶね。今日の内容ですけども、タイトル通りなんですけども、何だったっけ？その、異次元空間の扉が開くだったかな。なんかそんな感じだでしょ？まだタイトルも何も決まってないんですけど、で、ここら辺を歩くんだよ。あ、ほら、今なんか、アイテム取ったでしょ？ちょっとほら、敵キャラもおかしいし、こっちに近づいてこない。ほんで、ここら辺を触るのよ。異次元、ほら！異次元の扉が開いた。これがね、偶然、見つけたんですけどもね。まあ、これで最後なんですけどもね。実は。で、ここに、ほら、ここにもアイテムあるでしょ。あー、ほんでほら、これ、あのね、無敵モードだと、酸素なくても大丈夫らしいです。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。あとはね、サムネイルなんですけど、どうしようかな。あと、もうサムネイル作りでちょっと動画回すだけなんで、どうしよう。どうしようかな。ここら辺でいいか。で、こうしようか。あー。これ、扉開けれないからな。こうしとこう。
これサムネにします。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。